こんにちは、鈴木健三と申します。本日はですね、ご覧ください、こちらポケモンレンジャーやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いきます、用意スタートなんだこの始まり方は。あのですね、私ポケモンレンジャーちょっとあまりよく詳しくないのでというのも、あのね、違う、初見ではないんで、これ黙って見た方がいいのかな。これハルケンだ、知ってるハルケン、カービィのとこでしょ。下画面をタッチしてください。タッチしなきゃいけないの。なんか僕ね、このゲーム持ってたんですけど、昔2006年発売なのかな、多分2007年のお正月、僕小学生だったんですけど、お年玉で買ったんだよ俺これ。阿部に盗まれました。あのね、僕ポケモンレンジャーこれお年玉で5000円ぐらいで買って、30分ぐらいプレイした後、阿部くんに盗まれました。これ阿部くん見てたら返してください。僕も犯人は分かってます。阿部くんに盗まれたポケモンレンジャーを中古で買ってきたのでやっていきたいと思います。もう30分ほぼ初見プレイ、もうだから覚えてないもん。いきますよ、にん。でこのポケモンレンジャー中古なんですけど、続きから始める。ソーダイくんプレイ時間10、いいな、10時間半もやってるじゃん。ごめんねソーダイくん。これで中古のこれ見た方がいいのかな、中身。一応見てみる、一応見てみよっか。じゃあもうその辺はあれで後々編集で、おまけみたいなことでつけときますね。これやっていきます、よろしくお願いします。最初から始める、ごめんねソーダイくん、最初からやるね、ごめんね。ということで私ポケモンレンジャーやっていきたいと思うんですけども、これどうしてやるか、図鑑があるらしい、どうやらポケモンレンジャーにも。それをちょっと集めたい。困っている人を助けた、ああ読めなかったよ。あ困っている人を助けたいと思う気持ちが君にもあるだろうみたいなことを言ってました。招待状、レンジャーになりたいという君の強い思い、君が毎日ポケモンたちと仲良く暮らし自然を慈しんでいること、困っている人の、すごいなんか上画面にも行くんだ、困っている人の手助けを進んでしていること、レンジャーになるために体を鍛えていること、いや俺ブニブニだけどな、今まで君が送ってくれた7通の手紙を読んでそれらのことがよく伝わってきた。君に会ってみたい、レンジャーにふさわしいかどうかこの目で確かめたくなったよ。次の日曜日、フォルシティで待っている。一緒に送ったのはフォルシティまでの船のチケット、そしてポケモンレンジャーの制服だ。それを着て港で待っていてくれ。その制服を着ていれば君であることはすぐわかるはずだから、君に会える日を楽しみに待っている。リングタウンレンジャーリーダー早手より。なんだレンジャーって、分かってないぞ俺あんまり。レンジャーとやらがポケモントレーナーとはまた違うのか。おっ、あ、何何こいつ顔ちっちゃ、男の子の方めっちゃ顔で、何頭身これ、顔ちっちゃ、もこみちかい。女の子の方が顔でかくないこれ、どっちかというとねえ、なんか女の子太ももエロ。あなたは男の子ですか女の子ですか、タッチして選んでください。女の子を選びたいところなんですけど、すいません私、実はですね、皆さん隠していたことであります、私実は男です、よろしくお願いします。男の子でよろしいですか。はい、衝撃の事実、これまとめサイトまとめろ、鈴木健三は男だった、秘宝、秘宝なのかこれ、果たして何このトラック音、あ船なのかすごいね、というかこの人、あカビゴンがいる、少年、パパ遅いよ遅いよ、なんだフォルシティだよフォルシティ、もうがっつり RPG 的なあれなのか、ポケモン囲むんだよね、それは分かっている。父親、そんなに慌てなくても大丈夫だよフォルシティは逃げたりなんかしないから、まあ、町は逃げないけど、カビゴンが寝てるぞ、あんな町のど真ん中で、あこんにちは、もう動かせるんですか、すごい、なんかすごくないこれ、あ飛んでる、こんな感じなの、ガチ共存じゃんポケモンと人との、すげえな、こんにちはこんにちは、えこんにちは、えあブク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 、こんにちは、すごい、ポケモンレンジャーさん船旅はいかがでした。実はここだけの話、自分船乗りなのにちょっと酔っちゃいましてね、こう見ても自分まだまだ見習いなんです。そっちもまだ見習い、なんだそうだったんだ、目指すものは違うけどお互い頑張ろうの、もう急にタメ口聞きやがってこの野郎、おいこの船は客にタメ口聞くんですか、ちょっとおい船長出てこい、お前最後の SNS で拡散してるからお前この野郎、こんにちは、あ何、あそこを行く若者よ、なんだこいつこのハゲ、ここに来るのは初めてだな、なんだこいつの格好面白いな、ちょっとなぜそう思ったかって、十字ボタンだけで移動しているからなんでそんなこと分かったの、なバレてる、よく分かったね、
ここではタッチペンでも歩き回れること。へえ、そうなの、知りなさい。場所が変われば歩き方も変わる。自分の行きたい方向を決めたらタッチペンで画面をタッチ、タッチペンを画面につけたまま行きたい方向に滑らせるとそのまま移動ができる。おじさんはどちらかというとタッチジェネレーションだから移動はいつもタッチペンさ。タッチジェネレーションってなんだ、お前まさかこれは未来の世界の話なのか。おい、こいつらもしかして今生まれた子供とかの可能性もある。 YouTube の動画にコメントを売ってるキッズの可能性もあるぞこいつ。未来の世界の話なのかな。もちろん人それぞれ。俺は全然十字キージェネレーションだな。おい、ちょっとごめんなさい、鼻噛んでいいですか。鼻を噛んでいるよ。すごいね、やってみようか。じゃあ俺は十字キー派だけど、ちょっとタッチペンもじゃあ使ってみますね。いきますよ、カビゴン。じゃあタッチしてみようか。カビゴンの方向に行きたい。せーの、はい。おお、おお、あ、なるほどなるほどなるほど。だから俺画面、俺ただパソコンの画面見ながらやってるからちょっと分かりづらいかもしんない。ここを動けんの、こうやって。これすごくない？すごくないって分かんないだろうけど、これ今タッチペンで操作してます。すげえ。カビゴンが寝ている。何をしても起きそうにない。それポケモンの笛ってやつ使うんだよそれ。あ、何これ、何これ、何よこれは。お、マイナン、パイパン、どうしたの、え、どこ行くの、何、隠れてたのはマイナンだったんだね。パイパンって言うんだあれ、パイパン。お、何何、そこのあなた誰かを待ってるの。もし時間を余しているならそんな時はお話よ。話してみたい人に気軽にポンと立って。待って、俺マイナン追いかけたいのに、なんであいつ、おい勘弁してくれよ。なんだこいつ、ストーキングは、な、おい警察呼ぶぞ。なんだ、え、待って、見たい今、おい俺が移動。あ、なになに、あ、なんすか、はい、ちょっと待って、今話してる途中だったんですけど。俺がこの辺は、あれも見た方がいいのか。これは何なんだ。港にありがちな木箱だ。どこか外国の匂いがして、ちょっと待って、おい、キャモメが飛んでる、危ねえ、おい、うんこされる、やだやだ、おい、危ねえ危ねえ、うんこされてしまう。お、なに、こんにちは、こんにちは、ブク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 しか言わねえな。まだてめえつまんねえな、喋ってくれよちゃんと。間が持たねえだろうが。いや、隠れて、なんでそれしか言わないの。もうこの辺はじゃあ終わりか。みんな喋ったっけ、みんな喋ったくさいな。もうこっちも、あ、喋ってないやつがいた。こんにちは、ラプラスおじさん。青い海、白い波、そして青くて白い俺のシャツ。こんなお天気の日はラプラスに乗ってクルージングとシャレ込みたいね。なんだこいつ、こいつをここに配置、ああ、なに、ラプラスだ、俺乗りたい、ラプラス、ねえ乗せてよ、乗りたい、超乗りたい。これ囲めばいいんけ、ほら囲ませいいな、すごい。なんかさ、普通にすごいねこれ。だって2006年のゲームでしょ、ダイヤモンドパールの時代よ。ダイヤモンドパールの時代にさ、この等身でさ歩き回ってさ、ポケモンがだって街中にこうやっているんだよ。これすごくないですか。普通にすげえわ。なんだよこれ。フィオレ地方の表玄関、フォルシティにようこそ、観光案内所。お邪魔します。じゃあ中見てみよっか。あのポケモンで、あ、人影だ。ギャオー、ちゃんと鳴き声そのままだね。いや、燃えてる目をした兄ちゃん、船で一緒だったよね。知らねえ、ごめん、船の記憶が一切ないんだ俺。一人旅かい。それにしても君、観光客っぽくない、不思議な格好をしているな。一体何なんだい。俺はポケモンレンジャーだ。おい、覚えておけ、俺の名前は。俺はポケモンレンジャーだ。ようこそフォルシティへ。ここはフィオレス地方で最も大きな町として知られています。一番の名所は町の北にある幸せの時計台です。なんかすいません、質問いいですか。すいません、何かご質問なんだ。すいません、なんかだからその町の北に行こうとしたら変な女が門番みたいことしてて邪魔してくる。あれ何なんすか。あれどけてくれません、警備の人呼んでください。って感じで、ここまでが私の仕事で、ここからは普通の。じゃ、なんだおい、仕事しろおい。ねえねえ、その服装、あなたまだまだ本当のレンジャーズじゃない。なんで知ってんの。だって着こなしが着こちない。マジでみんなわかる。そんな、てかお前、その着こなしがぎこちないぐらいの違和感でよくそんな失礼なことを言えるよな。お前、まあ合ってた、見習いで合ってたからいいものの、お前、俺がバリバリのベテランとかだったらどうするつもりだったこいつ。
めちゃくちゃ無神経嫌な女で、ああいう皆さん、ああいう女とは結婚しちゃダメですよ。マジでいい気の使える子を探しましょう。皆さんは、こんにちは、ひょっとしてあなたポケモンレンジャーの人？じゃああれやってみてせてよ。ほらあれをぐるぐるぐるって。俺もやりたい。まだできないの？あら、そう、それは残念だわね。なんだこいつら、なんでこいつらこんな気軽に話しかけ、みんな何、陽キャの街なのここは？陽キャしか存在しないのか。夫婦で旅行なんて何年ぶりのことだろうか。なあ、夫婦の旅行なのに、お前の何、嫁なんか知らねえけど、見ず知らずのやつに、おい、あれやれよっつよ。おい、なんかガキ大将みたいなこと言ってんぞあいつ。おい、お前の嫁どうしてんの、お前なんだあいつ。失礼だぞ、お前教育しとけちゃんと。お前ボコボコに殴って DV して、お前黙らしとけ、あの女殴っといてくれ、頼む、教育し直してくれ。うわ、で何すれば結局、もう行っていいの？あ、こんにちは、やった、これで話が済んだ。流行って、いや、待たせてすまない、本当だよてめえ、どういうつもりだよお前、俺を待たせやがって。いや、待たせてすまなかった。なんか、ね、多分イケメンなんだね、この髪型的にも。手紙の君だね。おー、そうです、こんにちは。なんだよ、ジロジロと見やがって。送った制服ちょっと大きかったかな。あ、そう、気にするほどでもないか。ま、それはともかく、私が流行ってリングタウンのリーダーレンジャーだ。リーダーレンジャーって何？ポケモンリーダーじゃないの？ポケジムリーダーじゃないの？ジムリーダーとは何が違うんだろう。君との手紙のやりとり楽しかったよ。私がレンジャーを目指していた頃の熱い気持ちを思い出。俺が手紙を送ってんのか、これ。なんか最初の、そうだね、俺が手紙を送ってっていう感じなんだろうね、きっとね。多分俺がガンガン、もうなんかもう熱心なファンみたいなことなんだろう。私がレンジャーを目指していた頃の熱い気持ちを思い出すことができた。俺を言うよ、どういたしまして。なんで、何、向こう見ようって。それではレンジャーベースへ案内しよう。レンジャーとトレーナーとは何が違うんですか？その辺の説明はしないの？レンジャーベースというのはレンジャーのための基地のことだ。このフィオレ地方にはフォルシティ、リングタウン、サマーランド、ウィンタウンという4つの町があり、それぞれに1つずつレンジャーベースがある。4つしかないの町。私がレンジャーとして働いているのはリングタウンという町だ。リングタウンのレンジャーベースはここから西へかなりの距離があって。何？今の鳴き声聞いたか？何？誰の鳴き声？待って、当てよ、ちょっと待って、当てるわ。今のは分からん。なんだろう、ルージュラとかじゃないの？ルージュラってレンってレンってレンだよな。なんだっけ、あっちの方だ、ちょっと行ってみよう。なんだ今の誰？あ、お前か、ヘルガーだ。ヘルガーか。分かんねえ、ヘルガーの鳴き声分かんねえな。まずいことになってるな。あのヘルガーかなり気が立っているぞ。どうして？いたずら好きのマイナンが多分軽い気持ちでちょっかいでも出したんだろう。何やってんだお前、自業自得じゃねえか完全に。やめとけやめとけ、おい、 YouTuber かよバカ、しっかりしろ、おい、謝罪動画出せ。お、いきなりで申し訳ないが、ポケモンたちをなだめるために君の力を。なんで、俺何にも知らないよ、右も左も分かんないのに。このキャプチャスタイラーを君のやつ、なんでお前がやれよ。キャプチャースタイラーとはポケモンと気持ちを通わせるための道具だ。お前がやれよ、正式なレンジャーしか持ってはいけない決まりだが、今は緊急時、お前がやれよ。だから君はマイナーをキャプチャーしてくれ。私はやる。なるほどな、とにかくこれを受け取れ。なるほどなるほど、分かった、じゃあ分かった、任せろ、マイナーをキャプチャーしよう。お、何かっこいい、やった、憧れのキャプチャースタイラーもらった。何今のロックマンみたいな、てかロックマンっぽいね、これこうやって考えたらロックマンっぽくない？すごくロックマンエグゼトランスミッションプラグイン。何これ、ちゃんとハテナも発音していく感じな。もらったはいいが、何をどうすればいいのか全くわからない。まずは私がヘルガーをキャプチャする。ダメだ、感じのところで。お、始まった、野生のヘル。お、そこはちゃんとこういう感じなんだ。へえ、キャプチャオン、かっこいい。何キャプチャオン、今からキャプチャーのやり方を説明する。囲うんだろ、君はそこで見ていてくれ。もう見とこう。てか俺、お前がこいつキャプチャーするのを見てていいんだったら、お前マイナーも一緒にやってしまえよ、こいつやった後に。お、お、何何何何これ、タッチしたままペンを動かすとラインが引かれる。お、してる、それは。お、このラインでポケモンをぐるりと囲んでいくんだ。囲むときはラインをどこで結んでも大丈夫だ。お、5、ポケモンを囲むと青い数字が出てくる。この数字はポケモンを囲み続けるとどんどん減っていく。お、お、なるほど、青い数字が出なくなるまで囲んでいけばいいのだが、途中でペンを離すとキャプチャー失敗になるから注意してくれ。おう、お、あ、失敗になったのか。おう、なるほど、それともう一つ気をつけてほしいことがある。何？お、お、ラインにポケモンがぶつかってしまうと、
お、ぶつかってしまうとダメなんだ。なるほどね。このように LINE は消えてしまう。もう完全チュートリアルだね。この辺はどうしよっか。さらにポケモンが LINE を攻撃してくることもある。おお、 LINE がダメージを受けるとスタイラーのエネルギーが減ってしまう。なるほどなるほど。はあ、なるほどなるほど。エネルギーがゼロになるとレンジャー活動ができなくなる。まあ言い方を変えればゲームオーバーというわけだ。なるほどね。めたいね急に。では実際に今話したことに注意してヘルガーをキャプチャするぞ。おお、見せてくれ。おおお、すごいすごい。このままペンを離さずに何度も囲むために青い数字がどんどん減っていく。青い数字が出なくなるまで連続して囲んでいくんだ。なるほどね。おお、青い数字が消えて次に赤い数字が出てきたら、これ言うほど赤いか。お前黄色だぜ。もうペンを離しても大丈夫。いいかい、これは大事なことだから、もう一度言うぞ。赤い数字が出てきたらペンをパッと離すんだ。おう、オーケー。オーケー、キャプチャ成功だ。なるほど。なるほど、なるほど。これはやっぱ DS 時代初期に出てきただけあって、なるほど、タッチをうまく活用してますね。今こういうゲームってなかなかないもんね。タッチペン使う系のゲームって。よし、次は君の番だ。いいね、やっぱこの、出てきたてだと、いろいろ機能を使おうとしてるからいいよね。まずはマイナーに近づくんだ。はい。お、始まった。野生のマイナーだ。お、これ、ニックネームとかつけれないのかな？パイパンにしたい。キャプチャーオン。お、おい、弱い、俺なんか、俺4しかないんだけど。ちょっとやってみますね、じゃあ。鈴木。あぶね、あぶね、バカ。触んな。鈴木。けんぞう、俺のサイン特別公開。やっていきますね、じゃあ。いい。え、なんで？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 なんでよ。触れてたでしょ今。ダメなの？え、あいつが逃げていくんだ。なるほど。え、なんで？なんで？なんで？待って。あ、わかった。これ見て。ほら距離があるんだ。マックス行かせないようにしてるんだ。大きく囲ませすぎないように。ほら限界の距離があるんだよ。こうやって長さ決まってんだ。危ね、触んな。うわ、これ厳しいな。これむずくないか。大丈夫か。おい、お、やったやった、ゲット、やった。これ意外と思ってたよりむずいぞ。キャプチャ完了。なるほど、距離制限があるのか。よくやった。初めてのキャプチャーにしては上出来だ。マジで本当にサインとか書いてたから大丈夫。それにしてもとんだアクシデントだった。君のレンジャーの素質を知ることができたのはラッキーだったけどね。これ何、捕まえるのとは何が違うんだろうね。ヘルガーのやつ落ち着いたようだな。さあ元いた場所にお帰り。あ、逃がしてあげるの。へえ、あ、え、飛んでいくのあいつ、すげえな。今のはリリースと言って、キャプチャーしたポケモンを野生に返すことだ。レンジャーは理由がなければキャプチャーしたポケモンを連れ歩くことはできない。え、そうなんだ。なんでトレーナーとは違うんだな。トレーナーと どういうあれなのか。トレーナーの位置づけが気になるね、この世界における。へえ。お、マイナン、どうやらこのマイナン君のことを気に入ったみたいだ。マジで本当に嬉しい。とは言うものの、このまま連れていくわけにはいかないし、レンジャーはそこで生活するポケモンを他の場所に連れていくことはできないんだ。トレーナーとは違うんだ。一緒に、連れて行きたい。一緒に暮らしたい。夜とか一緒に寝たい。俺。さあ、マイナーをリリースしてあげよう。バイバイ、マイナー。悲しい。寂しいね。おっと、忘れるところだった。レンジャーの証である認定証を君に授けよう。本来なら正式な認定テストを受けてもらい、その合格の証として渡すものなのだが、テストどころか現場での実際のトラブルに君は見事な答えを出した。レンジャーとして認定しない理由なんてどこにもない。こんなこいつの一存で決めていいのか。なんかガバガバなんだな意外と。それともこいつがめちゃくちゃ偉いやつなのかな。この認定証に書かれていることをよく読んで、ここにサインをして。お、出た、サインするの。俺サインしていい？お、なんか俺の髪型すげえな。誓いの言葉、私はポケモンレンジャーとして誇りと勇気を胸に、困っている人を助け自然を守り続けることをここに誓います。なんか誓わされた。おい、そんな誓うつもりはねえぞ。お、あ、でここで名前。はい、鈴木健三と申します。どうぞよろしくお願いします。おお、出た、ロックマン。名前は健三で、はい。かっこいいな、俺ガタイがいいな。健三、実際に書かせてくれるのかなと思ったよ、サインを。さささとタッチペンで。そうじゃないんだ。おめでとう、ケンゾー。急に名前で呼べちゃう。おい。これで君は、正真正銘のポケモンレンジャーというわけだ。サインしてもらってから名前で呼べちゃうぞ、こいつ。俺の名前、もはや忘れてたんじゃないか、こいつ。知らないで、お前、こう、
とはいえまだまだ右も左もわからない見習いレンジャーに過ぎない。そうだね、わかんない全然。とにかくや経験を積むことだ。休んでる暇はないぞ。まずはリングタウン目指して大空をひとっ飛びだ。さあこっちへ。お、なんすか。お、合体したよ。待たせたな鬼ドリルはいつものように頼む。お、出た。そんな、あ、なになに。あ、連れて行っちゃうの。え、今十分どうにかできたんじゃない今の間だったら。え、お、飛んでんのかこれ。お、始まった。はあ、ここでオープン。な、行きだね。あ、ちょっと、なにこの始まり方。うーわ、粋な始まり方だ。かっけえ。ああ、ついてきちゃったよマイナンが。あら、すごいねこれ。アニメーションもこんな高く飛ぶの。